ソフトウェア導入作業と受け入れテスト。おはようございます、マサルです。今回はシステム開発技術の分野からソフトウェア導入作業と受け入れテストについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。令和5年、問い43、ソフトウェア導入作業に関する記述 A から D のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 A、 新規開発の場合、導入計画書の作成はせず、期日までに速やかに導入する。 B、 ソフトウェア導入作業を実施した後、速やかに導入計画書と導入報告書を作成し、合意を得る必要がある。 C、 ソフトウェアを自社開発した場合、影響範囲が社内になるので導入計画書の作成後に導入し、導入計画書の合意は導入後に行う。 D、 本番稼働中のソフトウェアに機能追加をする場合、機能追加をしたソフトウェアの導入計画書を作成し、合意を得てソフトウェア導入作業を実施する。どれが適切なものでしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 D だけがソフトウェア導入作業に関する記述として適切です。それでは解説していきます。今回はソフトウェア導入について知識を試す問題でした。まずはソフトウェア受け入れについてお話しさせてもらいます。ソフトウェア受け入れとは、開発したソフトウェアを開発者が発注者に納入することを言います。ソフトウェア受け入れではソフトウェア導入とソフトウェア受け入れ支援を行います。ソフトウェア導入という言葉は問題文の中でも出てきていました。ソフトウェア導入とは、開発されたソフトウェアを本番環境で稼働させることを言います。ソフトウェア導入をするためには事前に導入計画書を作成します。導入計画書の例として、新システムに切り替えるための体制やスケジュール、新システムへの移行方法、新システム移行時の業務影響範囲、このようなものを作成します。ソフトウェア受け入れのもう一つの作業はソフトウェア受け入れ支援です。こちらは納入されたソフトウェアの品質が問題ないか受け入れテストを行うことです。ソフトウェア受け入れ支援に関しては次の問題で詳しく取り上げますので、ここでは割愛します。では問題の選択肢を一つずつ確認していきましょう。まず A の選択肢、新規開発の場合、導入計画書の作成はせず、期日までに速やかに導入する。こちらは導入計画書を作成しないとあります。ソフトウェア導入作業は導入計画書を作成するので間違い選択肢です。 B の選択肢、ソフトウェア導入作業を実施した後、速やかに導入計画書と導入報告書を作成し、合意を得る必要がある。こちらは導入作業をした後に導入計画書を作成するとあります。導入計画書は導入をするための計画書なので、導入をする前に作成して合意を得る必要があります。よって間違い選択肢です。 C の選択肢、ソフトウェアを自社開発した場合、影響範囲が社内になるので導入計画書の作成後に導入し、導入計画書の合意は導入後に行うとあります。たとえ自社開発であっても、導入計画書の合意を導入後に行うのは適切ではありません。よって間違い選択肢です。選択肢 D、本番稼働中のソフトウェアに機能追加する場合、機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成し、合意を得てソフトウェア導入作業を実施する。こちらは導入計画書を作成して合意を得てソフトウェアの導入作業を実施しているので、適切な選択肢だと言えます。では問題を見直しましょう。ソフトウェア導入作業に関する記述 A から D のうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。正解は A、本番稼働中のソフトウェアに機能追加をする場合、機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成し、合意を得てソフトウェア導入作業を実施する。こちらが適切な選択肢です。次の問題です。平成30年春、問い46、発注したソフトウェアが要求事項を満たしていることをユーザーが自ら確認するテストとして適切なものはどれか。 A、 受け入れテスト、い、結合テスト、う、システムテスト、え、単体テスト。どれが正解でしょうか。
それでは正解の発表です。正解はあ、受け入れテストが正解です。それでは解説していきます。先ほどの問題でソフトウェア受け入れにはソフトウェア導入とソフトウェア受け入れ支援があるとお話ししました。この問題はソフトウェア受け入れ支援についての知識が求められる問題でした。ソフトウェア受け入れ支援とは納入されたソフトウェアの品質が問題ないか受け入れテストを行うことを言います。具体的には開発者が発注者を支援して細かい使い方を教えたり利用者マニュアルを作成したり教育訓練を行います。これらの支援を行い受け入れテストで問題ないことが確認できたらソフトウェアの納品が完了します。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。E の選択肢、結合テストはプログラム間のインターフェースが正しく動作するかを検証します。結合テストは開発者が行うテストです。ユーザーが自ら確認するテストではないので間違い選択肢です。うの選択肢、システムテストはシステム全体の機能や性能を検証し要件を満たしていることを検証します。システムテストも開発者が行うテストです。ユーザー自ら確認するテストではないので間違い選択肢だと言えます。絵の選択肢、単体テストは個別のプログラムが機能しているかを検証します。こちらも開発者が行うテストです。ユーザーが自ら行うテストではありません。よって間違い選択肢です。では問題を見直します。発注したソフトウェアが要求事項を満たしていることをユーザーが自ら確認するテストとして適切なものはどれか。正解はあ、受け入れテストです。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。皆さんは新型コロナウイルス接触確認アプリのココアを利用したことがありますか？ココアは濃厚接触の疑いのある利用者の接触を検知・記録して接触者から新型コロナウイルスの陽性者が発生した時に通知するというものでした。しかしココアの Android 版でアップデート後に濃厚接触者の疑いを検知・通知しないという不具合が4ヶ月も放置されていたことが分かりました。不具合が放置された理由の一つは今回勉強した受け入れテストが不十分だったことです。一般的に受け入れテストは実際の利用環境もしくはそれに近い環境でシステムやアプリが正しく動作することを確認します。しかし厚労省のココアの受け入れテストは実際の利用環境での確認をしておらず開発者からの報告をレビューすることで動作確認が取れたと判断し納品を受け入れていました。報告だけで納品を受け入れていた理由について厚労省はサーバーや連携するシステムも含めて実運用中のココアが存在する中リリースする前のココアアプリを使ってテストをする環境の構築が困難だったと説明しています。話だけ聞くと他人事のように感じるエピソードですが開発の現場では受け入れテストの項目が明確にできていないことがあります。こういう過去の失敗事例から学び受け入れテストの大切さを肝に銘じてしっかり受け入れテストを行うようにしましょう。それでは最後に復習です。令和5年問43、ソフトウェア導入作業に関する記述 A から D のうち適切なものだけを全て挙げたものはどれか。正解は A、 本番稼働中のソフトウェアに機能追加する場合機能追加したソフトウェアの導入計画書を作成し同意を得てソフトウェア導入作業を実施する。こちらが正解です。次の問題、平成30年春問46、発注したソフトウェアが要求事項を満たしていることをユーザーが自ら確認するテストとして適切なものはどれか。正解はあ、受け入れテストです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。